隙間のない道の中で最後の苦しみを行くことも戻ることもレコードに針を落とす君のピアノはこの世ではないような音楽を鳴らすまるでこの波のようなカウンターテーブルには温かいジャスミンティー日だまりのバラが咲き乱れるここは天国なのかそれとも地獄なのか全ての感情が君の脳をめぐる覚えているかい僕の感触をカルマが僕を救うひどく疲れた魂を歌うとどまった足か地球とは違う場所意味は解く大敗したでもまだ覚えている僕が欲しいもの地獄の豪華に焼かれ全てを奪われ希望すらも奪おうとしているでもまだ覚えている僕が欲しいものカルマが僕を救うあんみつの中のアイスクリームギターの一番低い音ベースは高らかに歌う暗黒の中ただ一つの明るい色まだ立っている慈しみと平静と哀れみと下脱と喜びとおときに応じて収め世間すべてに背くことなく才の角のようにただ一人歩め信じている生きているという証明をカルマが僕を救う黄金の中の一粒星の自販機の中には36円玉十分に足りるその内側ビタミンを燃やしまだなのかってどこまで待てばもう限界だと宇宙にかかる歩道橋はすぐ手が届くのにこの世ではない音楽を君は何をさよなら人生さよなら世界でもまだ立っているカルマが僕を救うポケットの中古いチョーク何も意味のない音符の中でずっと待っている総論拍子の5拍目遠い未来は君と僕の心の中にある痛みの中は嘘空想の中で僕は生きていた現実を見ていないわけではないがチョコレートの中のカルシウムポストに入った手紙を開く生きているのかって君は問う元素記号の3番目音符の中でオペする僕が生きるか希望以外の歌しか知らないそうまだここに立っているカルマが僕を救う銀紙の中のゴールドのスニーカー君の足に合うように靴紐は同じ色この世ではない音楽が鳴っているこの波のようなただそこで揺れている苦痛だとしてもまだ知っているまだ覚えている希望という歌を地獄の豪華に焼かれながらまだ立っているそうまだここに立っているこの世ではない音楽が鳴っているこの波のようなまだ覚えてる美しい幸せなエンディングを努力が報われたエンディングをそしてそれは続いていく胸を熱くさせながらそして淡々とカルマが君を救う